では今からブレナリリプリントシステムのインストール方法と使い方を説明します。まずはじめにですね、システムのインストール方法を説明します。まずダウンロードしていただきますと、こちらですね、ブレナリリプリントシステムというフォルダーですね。これがシステムのフォルダーです。ちょっとこの1と2というのはこれはちょっと関係ないんですが、これは後ほど使い方説明のところで使うものです。ではまずはインストール方法を説明します。はい、フォルダの中を開けるとこんな風に PHP ファイルとフォルダ、各フォルダが入っております。はい、ではですね、まずシステムをインストールする前に MySQL データベースですね、このデータベースをブレナリリプリントシステム専用に一つ作成しておいてください。データベースの作成が完了しましたら、FTP ソフトで、はい、全てのファイルとフォルダをアップロードしてください。この BRS というフォルダの中に入っているものですね。はい、このように PHP ファイルとか、フォルダですね、いくつか入ってますので、これらすべてのものをサーバーにアップロードしてください。アップロードしましたら、いくつかですね、ファイルのパーミッションコードを変更していきます。まずですね、でははじめに、log.php というファイルを変更していきます。はい。log.php というファイルですね。606に変更します。同じファイルがですね、アドミンにも入っています。はい、 lockphp、こちらのファイルですね、属性変更でパーミッションコードを変更します。はい、では上の階層に戻ります。次にメンバーというフォルダですね、こちらを開きます。この中の log.php ですね、パーミッションコードを変更します。606ですね。はい、上の階層に戻ります。次にですね、フォルダのパーミッションコードを変更していきます。まずはですね、ですね、アップロードイメージズ、はい、こちらの属性を757に変更します。次にですね、ユーザーズというフォルダがあります。こちらも同じようにですね、757に変更します。そして次ですね、ダウンロードというのがフォルダがあります。こちらも同じように757に変更します。最後にですね、コンフィグというフォルダーですね、この中を開いてください。この中にですね、インデックス PHP と、それからコンフィグ PHP という、ごめんなさい、ユーザーコンフ PHP というファイルがあります。こちらのファイルも757に変更してください。はい、ここまでですね、アップロードとパーミッションコードの変更が完了しました。それでは最後にインストールを実行します。ブラウザを起動してインストール PHP にアクセスしてください。はい、このようにですね、あなたのドメイン名スラッシュ、まあ、例としてサブフォルダにインストールするパターンですが、あなたのドメイン名スラッシュ BRS スラッシュインストール PHP、 はい、スペルは install.php というところにアクセスしてください。そうしますと、インストール画面が出てきます。ここでですね、データベースの情報ですね、データベースのホスト名、それから MySQL ユーザー名、 MySQL パスワード、MySQL データベース名、
そしてインストールの URL、 このインストールの URL のところは最後にスラッシュを記入しないように注意してください。そしてドメイン名ですね、ドメイン名はあなたのドメイン名を記入してください。でインストールボタンを押します。で今回ちょっと私の場合はもうインストールが完了しているのでボタンは押しませんが、インストールが完了しますとアドミンエリアにログインできるようになります。で最後ですね、インストールの完了画面が出てきたらですね、FTP ソフトでこのインストール PHP というファイルがあります。このファイルを、はい、削除するのを忘れないように注意してください。こちらですね、はい、じゃあインストールが完了しましたのでログインしてみます。あなたのドメイン名スラッシュ PRS スラッシュアドミンですね、 ADMIN スラッシュ、こちらを開きますとログインはこちらという文字が書かれています。でこの赤字のところですね、クリックできますのでクリックしますとアドミンエリアのログイン画面が出てきます。ここにですねパスワードを記入してログインします。インストール直後のログインパスワードですね。インストールが完了した時にも表示されるんですけれども、パスワードは PASS と入力してログインボタンを押してください。はい、アドミンエリアへようこそと出てきます。ここまででインストールは完了ですね。インストールが完了したらですね、初期設定をまずは行ってください。こちらですね、上のメニューのホームの右側に初期設定というのがあります、はい、ここでですねまず一番上がログインパスワードですね。このように初期設定は PSS となっています。それからですねあとは各種設定ですね、メールアドレスはあなたのメールアドレス、そしてサービス名ですね、それから PayPal メールアドレス、これはあなたの PayPal のメールアドレス、それから PayPal の ID トークンというのがあります。この取得方法がわからないときには、こちらからビデオをダウンロードできますので、そちらのビデオをご覧ください。それから、販売価格ですね。このあなたが主催する、このブルナリーリプリートシステムを使って主催する、サービスの販売価格を記入してください。それからアフィリエイトコミッションですね。で、メンバー登録用のパスワードというのがあります。メンバーの登録用パスワード、これはですね、登録メンバーさんが注文手続きが完了した後、メンバー登録します。で、通常はメンバー登録するときに、パスワードは自動発行されますので、そのパスワードを使ってメンバー登録できるようになっています。で、万が一、管理者、アドミンがですね、手作業、手動でメンバー登録の代理に登録する必要がある場合、そうしたときには、ここで設定しているメンバー登録用パスワードで登録できるようになっています。そのための設定です。はい。それから次ですね。申し込み方法。ここから下はですね、特定商取引法の表記部分の記載です。まあ、申し込み方法でですね。次が、商品代金以外の必要料金、商品の引き渡し時期、お支払い方法、返金について、そして個人情報の保護、こういった項目を記載していってください。で、設定が完了したら保存をします。はい。ここまでですね。はい。ここまでで、インストールと初期設定が完了しました。それではですね、アドミンエリアの中ですね、簡単にざっと説明していきます。まずメンバー管理というのがあります。こちらでメンバーリストのエクスポートもできるようになっております。それから編集と削除ですね。この管理というところの一覧はユーザー名と名前とメールアドレス登録日管理となっています。で編集のところを押しますと管理者側からも各種項目を編集できるようになっています。こちらのですね、
ユーザー名テストというところの名前が空欄になってます。これはですね、登録直後のメンバーさんは、プロフィールの編集が完了してない状態ですと、空欄になってます。特殊法の設定ですね。このような状態のメンバーさんは、名前のところも空欄になって表示されています。それから、そうですね、メンバーさんのデータを削除したいときには、削除をクリックします。確認画面が出てきますので、こちらの削除しますというボタンで削除が完了します。それからですね、商品管理はこちらですね。次のステップでこちらは詳しく説明しますので、ちょっと飛ばしますね。で、決済管理に移ります。はい。こちらがですね、決済管理ですね。あなたのサービスを注文したメンバーさんの決済データがここに入ってきます。で、紹介者、アフィリエイターさんの紹介で入会されている場合には、アフィリエイター ID ですね。こちらにアフィリエイター ID が表示されます。それからですね、このコミッションの支払いリストのエクスポートをする前にですね、この処理というところがありますので、はい、ここでですね、支払い予定、支払い済みというのが変更できます。これをですね、一つ一つ確認してからエクスポートしてください。で、このコミッションの支払いリストのエクスポート、これは CSV データを保存できるようになっています。あなたのパソコンに保存してください。保存した CSV ファイルは、そのままですね、PayPal にアップロードして一括でそれぞれのアフィリエイターさんに送金できるようになっています。そういった形のフォーマットでエクスポートされるようになっています。で、エクスポートして、一括でですね、全てのアフィリエイターさんにアフィリエイトコミッションを支払った後はですね、編集というところで支払い予定からですね、支払い済みとしてください。はい、これでですね、支払い済みとしておくことで、コミッションの支払いリストをエクスポートしたときに、このアフィリエーターさんですね、今回の場合ですと、このフリーというアフィリエーターさんには、コミッションの支払いデータは出てこないと、そういうことになります。ここまでがですね、全体的な流れと使い方ですね。では次のステップで商品管理については、詳しく説明をしていきます。